スタンドアップザ・ヴァンガード、ライドベイルファルリフレッサー、アタックノーガード。言ったでしょ、あなたのためのファイトだと。ディフライダーといえどこちらの世界では無力、本来持つ力は発揮できません。ですが私はギーゼ様のご加護により、ただ一度だけ使える力を授かってまいりました。それがメサイアへの呪いの力です。あなたはダメージを負うごとにその命も削り取られていくのです。あなたはメサイアと強い因果で結ばれている。メサイアの先導者たるあなたを倒せば、ギーゼ様の呪いは惑星クレイのメサイア本体にも及ぶ。クレイに残る我らの同志が撃つことも可能になるのです。弱きメサイアなどギーゼ様の枷にすらならず、私は我が宿敵メサイアを撃つことだけを目的とし、この地に降り立った。なるほど、そういうことか。人であるあなたがギーゼ様の呪いにどこまで耐えられますか。やれるものならやってみろ。ヴァンガードのため俺の命など遠に捨てている。ライド。ライド、邪神司教ガスティーン。これが貴様の本当の姿か。儚いものですね、あなたの言う命とやらは。光っては消え、光っては消え、まるで果てなく繰り返されるメビウスの。それも結局最後は虚無に落ちていく。この虚しさが分かりますか。私は今日の祝福の日を迎えるまで悠久の屈辱に耐えてきたのです。その痛みこそがこの屈辱に対する贖罪。トガビトよ、滅びの時はもう間もなくで。ライド、イディアルエゴメサイア、ストライドジェネレーション。創世竜インテグラルメサイア。俺をあるべき場所へと導いてくれた光。ストライドスキル、手札からデュラミスをロック。1枚ドロー。ヴァンガードにパワープラス5000。コール、ミーガーメサイア、超弦理論の愛し子、超弦理論の愛し子をソウルへ。ミーガーにパワープラス3000。ミーガーでヴァンガードにアタック。ダーン、スキル発動、ミーガーをロック。さらにサクリファイスメサイアをロック。俺が進むべき道、それは真のヴァンガード。弱き光がやがて強き光となるまで守る。インテグラルのスキル、ミーガ、デュナミス、サクリファイスをアンロック。1枚ドロー、ソウルチャージ、ヴァンガードにパワープラス1万。さらにブリンクのスキル、1枚ドロー、ヴァンガードにパワープラス5000。ノーガード、トリプルドライブ、クリティカルトリガー。クリティカルはヴァンガードに、パワーはミーガーに。俺の進むべき真の道だ。リーガジェネレーションガー、偽りの暗翼アグラとバトマラ。そのあがきすら愛おしく見えますよ。ギーゼ様は
まがいものの世界を無に帰すことのできる唯一のお方。そのために私はあなたという存在に終止符を打つ。ストライドジェネレーション。魂を狩る者、バーラン、グレンセント・ヴァンピア。グレンセントのスキル4枚ソウル。グレンセントにパワープラス4000。ソウルに入ったイエーガーのスキル1枚ドロー。同じくリボルティングのスキル、グレンセントにパワープラス4000。さらにバラムのスキル、ミーガーを退却。退却させたユニットのパワー分パワーが増加する。ヴァンガードにパワープラス9000。さらにドライブプラス1。ソウルチャージ。愛着の先はダーク。ソウルチャージ、カウンターチャージ。ソウルが10枚以上なので2枚ドロー。ソウルに入った2枚目のリボルティングのスキル、愛着のサキュバスにパワープラス4000。さらにバラムのダーク。ソウルが13枚以上なのでこのターンの攻撃は全てグレード1でガードできない。コウ、リボルティング、愛着のサキュバス、ヴァンガードにアタック。ガード、滅びよ。メサイアの先導者、ヴァンガードでアタック。ガード、クアドラプルドライブ、クリティカルトリガー。パワーはグレンテン、クリティカルはヴァンガード。セカンドチェン、サードチェン、ヒールトリガー。グレンセントにパワープラス5000、ダメージ1回復。ファイナルチェック。滅びよ。バーッバーおや、まだ持ちこたえますか。ですがこれで終わりです。グレンセントでヴァンガードにアタック。ガード、アステロイド、アレスタ、メダレイヤ。これがあなたの言う光とやらですか。面白いものを見せてもらいましたが、すでに限界のようですね。まだだ。貴様をストライド。イブキ、イブキ、行くぞ。ストライドジェネレーション、創生竜、バサルティスメサイア、イディアルエゴメサイアのストライドスキル。手札から1枚ロック状態で置き、1枚ドロー。ヴァンガードにパワープラス5000。コール、アレスターメサイア、スキルでパワープラス2000。アレスターでヴァンガードにアタック。インターセプト。アレスターのスキル、自身をロック、バックストームヴァンピーヤをロック。よし、まるで自分のデッキのように使いこなしています。いい加減、こいつとは長い付き合いだからな。それにこいつにはでかい借りがある。バサルティスのスキル、グレンセントヴァンピーヤとリボルティングボルトをロック。さらにビラストス、アレスター、サクリファイスをアンロック。
1枚ドロー。ビラストスのスキルアンロックされた時パワープラス4000。ノーガード、トリプルドライブ、ファーストチェック、クリティカルトリガー、パワーはビラストス、クリティカルはバサルティスに、セカンドチェック、サードチェック、ヒールトリガー、パワーはビラストスに、ダメージ1回復。このファイト絶対に勝つ、アレスターメサイア。ガード、ビラストスでヴァンガードにアタック、ジェネレーションガード、降り積もりし暗室ドルジーナス。まだだ、ビラストスのスキルソウルチャージ、デュナミスメサイアのスキル、ロックしたビラストスをアンロック、パワープラス4000。ビラストスのスキルアンロックされた時パワープラス4000。サクリファイスのスキルロック、カウンターチャージ、ビラストスにパワープラス3000。今しめ解放し、同胞を高みへと至らせるメサイアの上等手段。いっけー、だが届かない。ヴァンガードと同じカードをコストに、我が未来の可能性をかけて生きとし生ける者に滅びの祝福を。ファイトに敗北すればジェネレーションゾーンのカードは二度と戻りません。逆に私が勝てば分身たる伊吹浩司の命は絶たれ、メサイアは力を失う。そして神道クロ、あなたは今度こそギーゼ様となる。あなたは極限まで器に近づいた、この世界で最も我が主を宿すにふさわしい存在。あと洗礼を受けていただくだけ。そうすればあなたはギーゼ様としてこの世に降臨し、その手でもたらすのは世界の待望する破壊と滅亡。我が未来を喰らい権限せよ、ダークゾーンのゼロスドラゴン、アルティメットストライド、終焉のゼロスドラゴンダスト。ダストのスキル、あなた方の全てのユニット全能力を失い、グレードとパワーが1に。何、スキルが使えない。パワーが1になったら大量のガードが必要、しかもヴァンガードのグレードが1になったらグレード2以上でガードできない。インターセプトもジェネレーションガードも使えない。さらにヴァンガードに1ダメ。イブキ、このくらいなんてことない。続けろ。けど続けろ。あ、イブキ、てめえだけは、てめえだけは許せねえ。コール、ヒステリックシャーリーのスキル、ソウルチャージ、さらにコール、ガスティールのダーク、ソウルからグレード2のユニットを2枚まで選ぶドロップゾーン、このターン中それらの持つ能力を全て得る。ガスティールの獲得したデモンテッドエクセキューショナーのスキル、山札を上から7枚見て、ダークネスを持つカードを1枚ソウル、そしてガスティールの獲得したデモンテッドエクセキューショナーのダークネス、ソウルが10枚以上の時パワープラス5000。見よ、これこそ我が主のもたらす破壊、その原動たれゼロスドラゴンの力、終焉の光景を見よ。ガード、トリプルドライブ、ファーストチェック、セカンドチェック、サードチェック、クリティカルトリック、効果は全てリアガードのガスティール、ヴァンガードにアタック、ガスティールの獲得した
ベイルファルリプレッサーのスキル。ソウルが8枚以上の時、パワープラス1万、グレード0でガードできない。何？さようなら、メサイアの先導者。そしてありがとう、ギアクロニクルの得意点。今ここに器は満たされ、破壊と滅亡が世界を癒す。完全ガード、スタンド&ドロー。よし、行くぞ。ストライドジェネレーション、創世竜、ハーモニクス、ネオメサイア。定常宇宙の祈り子のスキル、リアガードを2体ロック。1枚ドロー。サクリファイスのスキル、ロック。カウンターチャージ、ハーモニクスネオメサイアにパワープラス3000。イデアルエゴをコール。ビラストスのスキル、ロック。ソウルチャージ、リアガードのイデアルエゴでヴァンガードにアタック。ガーン。イデアルエゴのスキル、自身をロック。行くぞ。ヴァンガードにアタック。ハーモニクスネオメサイアのジェネレーションブレイクスリー。ロックされたユニットを全てアンロック。アンロックしたユニットにパワープラス5000。ハーモニクスネオメサイアにパワープラス25000。5体アンロックしたのでグレード1以上でガードできない。ビラストスのスキル、パワープラス4000。ネオンメサイアウリオンのスキル、1枚ドロー、パワープラス5000。死なせねえよ、器になどさせるか。行くWe'll be right back.